話題のミナリサムギョプサルでチャミロ、東梅田の韓国料理チカチキンサラに行ってきました。ミナリサムギョプサルとは何ぞや。ミナリって日本語で言うところのセリという野菜。実は少し前にミナリという韓国の映画が世界中で話題になった。ネットフリ入ってる人はぜひ見てみてください。この緑色の草がいっぱい出てくるよ。本日はチャミスルトッドク。乾杯。普通のチャミよりアルコール度数の低いソーダ割り。まずはミナリユッケをいただきます。ミナリには葉酸やカリウムなど鉄分が多く含まれていて貧血予防に効果的。お肉と一緒に食べちゃって元気もりもりチャミチャミです。ミナリサムギョプサルもいい感じにしんなりしてきた。ニンニクと一緒にシバスベリーをさせるとバランスよく取ることができてしまいます。すいません。なんか私今思ったけどブーって言ってるのかな。すいません。私はエゴマが大好きなんだ。目の前の人に葉っぱを差し出してサムギョプサルを完成させてもらいましょう。うまい。おうまい。付け合わせのたくあんと食べても美味です。ミナリの茎はそのまま食べておつまみになるほど風味が豊か。これを鍋にもぶち込んでしまいましたね。プルプルと震えるコプちゃんを眺めながらチャミのおかわり。チャミスルは焼酎なので気をつけるべきだが一貫性飲みやすい。プルプルのコプちゃんと大量のミナリにサリ麺。日本のもつ鍋を彷彿とさせる優しい味わい。味変で辛味噌を入れるとあーこれこれって感じのコプちゃん鍋に。このグッズグズになった芋とかめっちゃ好き。今日はいっぱい食べたしデザートは葉っぱで我慢する。